スノーマン目黒連ら、サイレント、メンバー集結、橋田賞、受賞で喜び語る。モデルプレス、2023年5月10日。10日、都内で、第31回橋田賞、受賞式が行われ、女優の川口春奈が主演を務めたフジテレビ系木曜劇場、サイレント、2022年、のプロデューサー、村瀬健志、脚本家、産方美久氏、スノーマンの目黒蓮が登壇した、第31回橋田賞、では、ドラマ、サイレント、フジテレビ、が橋田賞を、目黒と産方氏が橋田賞新人賞を受賞。プロデューサーの村瀬氏は、テレビドラマの作品として橋田賞をいただけるのは、ドラマを作る人間として非常に嬉しいですし、誇りに思いますし、こういう仕事を長くやってきてよかったなと思います、と心境を語った。さらに、サイレントは地味なドラマで、静かなドラマでした。人の心を丁寧に書いて、川口春奈さん、目黒蓮さん、篠原涼子さんといった素晴らしい役者さんにご出演いただいて、人を好きになる気持ちを恋愛に限らず、いろんな思いで丁寧に11時間かけてやってきました。